はい、こんにちは、野生デザイナーの西山由紀恵です。今回はダイソーさんの造花で作っていくんですけれども、室内に飾れるコンテナガーデン寄せ植えですね、こちらを、作っていきたいと思います。寄せ植えというのは、草花のアレンジなんですけれども、造花で表現してみようかなと思います。一つのポット苗をポンポンポンと植えて、1個の苗なので2個か3個ぐらい花が、咲いてたりするので、それが表現できればいいなと思います。で、今回使うメインのお花なんですが、ダイソーさんで可愛いお花を見つけたので、こちらをメインにしたいと思います。はい、チューリップです。今ちょっと気持ちが沈んでる方にもちょうどいいんじゃないかなと思いまして、明るい色を選んできました。お花の方も結構ボリュームがあって、チューリップのなんか八重咲きみたいな形になってるので可愛くていいかなと思います。で、色の方は濃い色を3本、薄い色を2本で、ピンクでまとめてみたいと思います。はい、それでは早速材料と作り方です。はい、こちらは大理石のような柄になっています。直径はだいたい20センチぐらいのものです。はい、商品名はダストボックス大理石風です。次はこちらのメインのチューリップです。商品名の方はチューリップかっこ重ねと書いてあるものです。はい、こちら2つとも同じ商品名になっています。こちらお好みで組み合わせてみてください。はい、次はピンクのちょっと長めのお花です。商品名は金魚草です。こちらは3本用意します。ちょっと長めの枝になってますので、長い枝のところのコーナーを探してみてください。はい、次はこちらの淡い紫のお花です。金魚草にも似ているんですけれども、ちょっと丸みのあるお花です。商品名はデルフィニウムです。こちらは2本用意します。で、こちらも長めの枝になっています。はい、次はこちらの菊系の小さい白いお花です。商品名はヤグルマ草です。こちら2本用意します。次はこちら結構大きめのお花ですね。手のひらよりちょっと小さいぐらいのお花です。商品名はダリアです。こちらを2本用意します。はい、次はグリーンのご紹介になります。こちらは実のような感じなんですけれども、商品名はポンポンベリースプレーです。4本用意します。はい、こちらはカラーリーフでユーカリです。で、ユーカリの方はもう1種類あるんですけれども、少し黄色みがかった方になります。こちらを2本用意します。次はちょっと明るめのライム系の葉っぱも入っているものです。商品名はユーカリになってます。こちらを1本用意します。次はこちらの、また葉っぱがたくさんついているローズマリーブッシュという商品名のものです。こちらを2本用意します。はい、で、あと今回は、こちらのスポンジを用意します。園芸吸水スポンジなんですけれども、吸水用となってるんですけれども、造花でも使えますので3個用意します。はい、あとニッパーとカッターを用意します。はい、今回の造花は全部で23本になります。はい、スポンジをカットしていきたいと思います。で、カットするときに結構粉が出るので、舌に傷つけないように、厚手のビニールとか粘土用の下敷きとか、そういうのでもいいと思います。はい、まず1個目なんですけれども、こちらの方は、真ん中に入れるので、まずカットしないで高さだけ見ていきたいと思います。はい、ちょっと高いのでこちらをカットしていきます。この容器より 1,2 センチぐらい下の方にしたいので、そこに合わせてカットしていきます。で、高さがちょっと見にくい場合には、1回この高さで切れ目を入れます。この幅よりもこのカッターの幅が長くなるようにして、ここから 1,2 センチぐらいずらしてカットします。はい、高さの方はこれでぴったりになったので、こちらを中心に作っていきます。で、2個目の方も高さはこちらと同じなので、同じ高さだけカットしておきます。はい、同じぐらいの高さにしておきます。で、次は横長にした両端、こちらの方はこのスポンジをこんな風にカットして使っていきます。こちらをまっすぐカットしたいんですけれども、カッターが足りない場合には半分ずつカットしていきます。はい、こちらは半分にカットしています。で、上を見ながら、はい、まっすぐ切れます。ここ
ここの角を削ります。ちょっと右利きだとやりにくいので、こちらの角を2つ削ります。はい、だいたいこの角1センチずつぐらいですねをカットします。で、容器の方は下の方に向けてこの半分ぐらいのところから斜めにカットしていきます。この平らなところも斜めにカットします。で、下の方がちょっとこうアンバランスにカットしても少しカーブを揃えて、はい、高さを揃えて入れてみます。こちらもまずは同じように斜めにカットします。で、中を覗くとどこが引っかかってるのかが見えるので、そちらを削っていきます。はい、少し入りました。で、片方が薄くなってしまっても今度刺しにくくなってしまうので、こちらも削っていきます。はい、で、結構引っかかってるような感じするんですが、で、ちょっと押すぐらいで、あまりスカスカだとこう刺してる時に抜けてしまったりこうずれてしまうので、ちょっときついぐらいがちょうどいいです。次はこちらに入れていきます。こういう風にカットしていきます。で、先ほどよりもここのカーブを大きめにカットしていきます。で、こちらは半分ぐらいのところで 2,3 センチぐらいのところをめがけてカットします。で、こちらも同じように長めにカットします。はい、ちょっと空いてるので、なるべく外側の方に合わせてこちらを開け気味にしていきます。で、先ほど余った短い方をこの隙間に入れていきます。で、長さは足りないんですけれども、ちょっと太めにこう入れると上で引っかかって押しても下に沈まなくなるので、ちょっと太めにカットしていきます。穴の幅を測ってちょっと印をつけて、で、少しずつ削っていきます。はい、こんな感じで、ここの隙間にも入れました。で、あとこの四つ角の方はちょっと枝を工夫してこう刺す感じでカバーしていきたいと思います。では刺していきたいと思います。で、こちらの容器なんですけれども、マークがついているんですが、このマークが前に来ないように、ちょっと横にずらしたいと思います。で、あとここに針金のこうつなぎがあるので、後でグリーンとかで隠せますので、こちらを前にしても大丈夫です。で、まずこちらの金魚草の方から、刺していきたいと思います。で、だいたい苗の方はこう3本ぐらいとか2本ぐらいで1株になってますので、3本で1箇所に刺していきたいと思います。で、バランスなんですけども、この容器の 1.5 倍ぐらいの高さにすると、この容器と花のバランスが良くなりますので、今回はこのぐらいですね刺したいので、で、こちらに合わせて他の2本のお花の高さを選んでいきます。で、生きてる草花なんですけれども、全部バランスが違うものと横並びになっているものと、いろいろありますが、こちらは同じぐらいでちょっと1センチぐらい違うぐらいの高さにずらすとちょうどよくなります。で、そこに合わせてカットします。はい、向かって右側に入れていきます。で、一つの苗のところからこうふわっと出てる感じで、刺していきます。で、次にお花とあとグリーンを入れて、ちょっと色のバランスをとっていきたいと思います。短くしすぎるよりもちょっと長めにカットした方が後で調整が効くので長めにカットします。
本カットしたらもう1本は合わせてカットします。はい、こんな感じで、横に並べて刺していきます。はい、次はこちらのデルフィニウムですね。ちょっと真ん中にしていきたいと思います。でちょうどこの葉っぱがあるところが株元になるように、そこから15センチぐらいでカットします。まずは上のバランスを見て、ちょっとずれた苗を選んだつもりでここをカットします。はい、こんな感じで、金魚草とユーカリのちょうど間ぐらいに入った感じにしていきます。で、少し微調整をしたい場合にはこう何回も刺すとこうスポンジがダメになってしまいますので、この枝で調整して花の位置を決めていくとスポンジが傷まなくて綺麗に仕上がります。はい、こちらの矢車草で、ちょっとワンポイント入れてから、ダリアの大きいお花を入れていきます。で結構高いのでもうちょっと低くこう入れたいので、高いお花と低いお花が入っている感じにこのぐらいの段差をつけていきます。で揃えたら下のこの辺をカットします。長いのをお花の間に、で低いのはちょっと外側に、ちょっと横広に使っていきます。で次はダリアですね。上を向いてしまってて重なってしまうので、こんな感じでちょっと自然に少し前のめりに曲げてみてください。このぐらいですね。であとは辿っていってこのぐらいでカットします。こんな感じで微調整しました。でこちらのデルフィニウムをちょっと横にずらします。もうちょっと外側につけていきます。こちらですね、ちょっと端っこにこっちにつけて、ここにちょっとチューリップを入れていきます。で今よりちょっと前ぐらいの時期からつぼみの状態で鉢に割ってこう売ってると思うんですけれども、そんなイメージで入れていきたいと思います。でこちらの葉っぱの方は動くので、調整しながらまたカットしていきます。はい、3センチぐらいですね。まずカットします。こちらは4センチぐらい、ちょっと長めにカットします。はい、でこちらは、もうちょっと5センチぐらいですね、低めにカットします。はい、こんな感じで薄いチューリップと濃い色のチューリップをこう交互に入れてみました。で高さの方は後ろから前にちょっと低くする感じにしてあります。で次はこちらの稲のようなグリーンですね。でこちらは4本用意して2本で1株のイメージでこちらの左右に入れていきます。でまずはここですね、この上のところでカットします。はい、全部で4本になります。で刺す場所はこのデルフィニウムとチューリップの間ぐらいに刺します。こんな感じに隙間に植えた感じにしていきます。あともう一本の方はこちらのダリアとチューリップの間に入れていきます。はい、高さを確認して、はい、枝が高いものから刺していきます。はい、こんな感じで刺しておきます。で次ですね、次はユーカリという商品名なんですが、ちょっとオレガノみたいかなと思ってちょっと低くしたいので、この分け目のところでちょっとカットします。はい、で一番低いのと、長いの2本なんですが、じゃまずこちらから刺していきます。で、ここにグリーンがあるのでこちらの方もちょっとカバーしてチラッと見えるように刺していきます。後ろから見るとこんな感じに見えるんですが、前から見えるようにしていきます。はい、でちょっと前のめりにこんな感じで、で一番低いのを
前の方にこう横長に広げて苗を植えた感じにしていきます。はい、でこちらのローズマリーもこちら一本一本バラバラで使っていきたいので枝の分かれ目のところでカットしておきます。まずは草丈の高いものから決めていきます。でローズマリーはこう立生といって上に伸びるものとあと横にこう這う感じのものと、いろんな種類があるんですが、今回は立生のものと垂れるもので、2種類のローズマリーを表現してみたいと思います。まずは立生のローズマリーですね、こちらの方に入れていきます。はい、であとこちらの方に垂れるローズマリーを入れてみたいと思います。で垂れるローズマリーはこうちょっと半匍匐性といって上にも行くけど横にも伸びるという形を表現してみます。はい、こんな感じで、出来上がりました。でちょっと整えていきます。はい、出来上がりました。ちょっと飾ってみたいと思います。はい、完成しました。造花で寄せ植え風のアレンジを作ってみました。材料の方はダイソーさんの造花になります。よかったら室内の寄せ植えを楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録がまだの方はぜひよろしくお願いします。